是你，有什么事吗？这里没有不祥之物，是个清静的去处。但是，我会为你守护这一娱乐土，但我自知与无忧无虑的生活无缘。你的好意我领受了，是你，有什么事吗？闲聊吗？既然你想，我陪你便是。并非如此，我没有想见你会提出这样的要求。一般来说，我不会参与聊天这种活动，但对象是你的话，姑且可以一试。你是在问业障的影响吗？无碍，既然因我而起，我独自承受便是。不知是否与你有关，最近尸骨之痛已不再难以忍受，比起以往可谓轻松许多。多余的担心还是留给你自己吧。是你，有什么事吗？若你有空，可否一同前往离月港内？没空便作罢。好，我无意接近凡人的生活，但我知道你经常出入城市，行走在人群之间。这期间的故事或者乐趣，如果不亲自体会的话，恐怕就难以获悉你的心情。想要理解你，预感到会很困难，但有了这样的想法之后，无法坐视不管。在城内，我会控制好自己，尽量少说话吧。准备好出发了，就告诉我吧。是你，有什么事吗？走。若遇上棘手之事，不必拘泥，直呼我名便好。お前か。何か用か。ここには不吉なものがない。清く、静かな場所だ。だが、のどかすぎる。お前のために、我がこの浄土を守ろう。しかし、我は平穏な暮らしとは無縁の存在。我自身それを自覚している。お前の行為は、しかと受け取った。お前か。何か用か。世間話か。お前がしたいならするがいい。お前から言っておいて断られるつもりでいたのか。凡人の付き合いとは面倒だ。普段なら我は世間話などというものにうつつを抜かしたりはしない。しかし、その相手がお前なら、
やぶさかでもない。それは合掌の影響について聞いているのか。支障はない。我から始まったものだ。我が一人で受ける。お前と関係があるかはわからないが、最近は骨を蝕むほどの痛みにも耐えられるようになった。以前よりかははるかに楽だ。その余計な心配は自分のために使え。お前か。何か用か。時間があるなら我と共にリーウェ校に来てはくれぬか。ないなら別に構わない。そうか。我は凡人の生活になれるつもりはない。だがお前はいつも城内を練り歩き、群衆の中を行き来しているだろう。その中で起きた物語、それら一喜一憂を自ら経験しなければお前の気持ちを理解できないと思っただけだ。うん、お前を理解したい。困難であることは分かっている。だがこの考えに至ってから何もせずにはいられなくなった。城内ではきちんと自分を制御する。なるべく話さないようにする。ああ、出発の準備ができたら我を呼べ。お前か。何か用か。今日、いや、何でもない。ゆっくり休め。出かけるとき帰りたくないって言ったけど、暗くなると道がわからないよ。ねえ、帰るときクレイを送ってくれないかな。